皆さんこんにちは、スイーツチャンネルのあんみつです。今日は恵比寿のカフェアクイユさんへやってまいりました。こちらは1年ぶりにお邪魔しました。去年はこちらの人気店に撮影でお邪魔するということだけで緊張してあまり周りを見回せなかったのですが、今年は可愛い小物や素敵なインテリアに感動しながらゆっくり席に着くことができました。アクイユさんの現在のレギュラーメニューはこちらです。クレームダンジュのパンケーキがレギュラーメニューに加わったようです。私は今日はパスタを一品と、視聴者様おすすめの焼きマシュマロのパンケーキを食べてみたいと思います。去年のようにお腹が苦しくなりすぎないようにサイズはシングルサイズを選ぼうと思います。6月末まではさくらんぼのアフタヌーンティーやパンケーキもあるようです。また来月どんなメニューが出るのか、よかったら概要欄からホームページをチェックしてみてください。一品目に頼んでいたパスタが届きました。もちもちボロネーゼパスタ温玉添え、サラダ付きです。パスタの上にローストアーモンドスライスが振りかけられています。温玉がプルプルで美味しそう。麺が太麺で食欲そそります。サラダはフレンチドレッシングのようなものがかかっています。それではいただきます。